今まですごい最高のいじめがあって、すごいえげつない話なんですけど、これ彼が持ってた外国人登録書僕落としちゃったんですよ今年、うん、でまだできてないんですけど、あのそれ豪邸が見れば分かると思うんですけど、ない持って歩いてないと20万以下の罰金とか拘束とかされちゃうんですね、留置場に入れられちゃったりするんですけど、俺バイトの帰り で2人乗りしてて雨の日に帰ってたんですよ、自転車なんだけど、あのでなんかひき逃げがあったらしくて、なんかすごい知らせて、なんかその自転車止まりなさいって言われて、で俺名前聞かれたらもうそういう状態になっちゃうじゃないですか、捕まっちゃったり20万以下の罰金とか、俺それが怖くてもう逃げたんですよ必死に、ですげえ逃げて、でもまあ捕まっちゃったんですけど、でもその警察が2人ですけど、なんかもうパトカー乗ってきて、で捕まえて、もうふざけんじゃないこのクソガキ、もクソにそう言われて、もうプッチンって来てたんですよ、でなんかてか俺韓国人なんだけどよっつって、なんか神奈川県警不正ばっかしてんのにこういうことしかしっかりしないのっつって、そうそうぶち切れちゃって言っちゃったんですよ、それで、でこういうことしかしっかりしないのっつって、でましてや俺らのお父さんが払ってる税金でこういうちっちゃいことしかしっかりやんないし不正ばっか起こしてっつって、さらにその税金を払って地方参政権は得られるんですよ、民法の話上では。だけどそのなんかうやむやの状態 でその税金を払ってるのに地方参政権、まあもうそろそろ大丈夫だと思うんですけど認められてない、それはどうなんだよっつって言ったんだ、それで言って、なんそしたらその警察官がじゃあなんでお前日本人だよって言われて、その時にもう体震えたんですよ俺、もう何でもいいからもうこいつをぶっ殺したらと思ってたんですよ、もう殺したいと思った、在日の方とかと結構喋らせていただいたんですけど、そういう問題があるって私ほとんど知らなかったんですよ、じゃあそういう制度やめようよっていうのもさ、ものすごい大変なことだと思うの。だからさ、やっぱり今こうしてさみんな話してて、あそんなそういうねたった一枚のカードだけでね、辛い思いしてる人がいるんだとかさ今みんな分かったわけじゃん、だったらみんなが大人になってさ、まだそういう制度があったんならさ私変えようとかさ思ってくれるとさ、でも日本人はさなんでそのアジアの人をなんか味方にしないんだろう、僕は今日のテレビ見てる人本当にそれ言いたいわ、歴史とかとね、本当にね、例えばヨーロッパなんかもう ユーロでも何でもみんな一致団結してるでしょ、とね、これアジア団結しなかったら世界で勝てないですよ、と例えば円なんか今なくなっちゃいますよ本当に。